はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。今回はですね、スーパーマリオブラザーズ U デラックス Wii U 版でもできると思うんですけど、あのワンナップ、無限ワンナップっていう、なんか亀踏みまくるテクニックとかがなんかもしかしたら有名なのかなっていう感じがするんですけど、あれって結構なんか難しいって聞くじゃないですかで今回ちょっとテクニックなしでどんどんワンナップする方法をちょっとやっててね、気づいてしまったんでもしかしたらね、ご存知ない方もおられるかもしれないんで、ちょっと今回は、そのやり方動画にしてみたいなと思います。でまず方法なんですけど、ワールド3まで行ってる前提ではあるんですけど、風船じゃないわ、泡のチビヨッシー、このブルーの彼が仲間になるタイミングがあると思うんですよ。でまあちょっと残機やられてしまったりしたら彼失ってしまうんですけど、彼がいる状態で1の1ですごく安全にですね、なんかもうなんていうんですか、テクニックなしって言いましたけど、本当に泡入って歩いてるだけで残機がどんどん増えていくっていうなんかすごいスポットをね見つけてしまったんで、ちょっと今回はそれを紹介したいなと思います。で場所なんですけど、まあどんぐり平原入って、でもちょっと行ったところなんですけど、まず泡吐くじゃないですか。チビヨッシー、泡のヨッシーってこんな感じで、なんかアイテムとかコインとかが泡の中、敵を捕まえた時にそれに変形させるみたいなね、なんかそういう性質があるんですけど、これたまにワンナップに変わる時があるんですよ。なんでなんかこう連打するじゃないですか、するとこんな感じでワンナップが出てきます。でこのワンナップをどんどん集めていくっていうのが、なんか一番テクニックなしでできる簡単なねワンナップ方法なんじゃないかなと個人的には思ってるんですよ。で実はもうそのワンナップポイント通り過ぎてまして、ここ土管あるじゃないですか、今右にあった土管、そこの土管が出口で、ここの土管が入り口なんですけど、ここを行き来すると敵が復活するんですよ。で何が起こるかって言いますと、まあこんな感じで入るじゃないですか。でまあ上のコインとか、まあタイミング見て取ってもらったらいいんですけど、こうすると敵が復活します。で泡連打します。するとこんな感じでコイン取れます。でまあ完全にこの辺は運なんですけど、こんな感じで泡を連打するとあんな感じでワンナップが出てくるんですよで今1往復しただけでこんな感じでワンナップが2つぐらいね手に入ったりしたんですけど、運が良かったら4つとかなんかもう手に入る時があったり、まあまあまあ出なかったりもうせん時も、まあ出ない時もあれにはあるんですけど、結構な確率でどんどんワンナップが手に入るんで僕これやる前残機5とかやったんですけどね、ちょっとねこのゲーム結構なんていうんですか、個人的には私自身そのマリオが初心者である、でどんどん残機が溶けてしまっててどうしようかなみたいな感じになってたんですけど、このスポットでこんな感じでどんどんねワンナップできるんで、でかつこの空間って落ちることがないんですよ。落ちることがないので、なんかもう本当に油断して敵にぶつかったりして、なんか何回もぶつからない限りは死なない。でまあ基本的に食らってもヨッシーをピーって離しちゃうだけなんで、基本的にはダメージも受けない空間になってるんですけど、この空間を利用していただけるとワンナップができますという、ちょっとねなんか小ネタに気づいてしまったんで、今回は皆さんに紹介させていただきました。よかったらなんか初心者の方とかね、亀をそんななんか連続で踏むなんてなかなか難しいやみたいなね、私みたいなね方もおられるかもしれないんで、よかったら真似してみていただければなと思います。ではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画ね、実況動画とか普段は撮ってますんで、よかったらお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。